この動画に10秒以内に高評価できた人は冬が過ごしやすくなります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも。最近もうあと1ヶ月で今年が終わることに衝撃を感じている男、カエトです。もう2023年が終わってしまうだと。今年はグループ活動や個人活動結構頑張ってきたけど、とりあえず形になるものも残していきたいので、そろそろ登録者90万人いきたいから、みんなチャンネル登録マジお願いします。ということで、今回ネットでバズった呪術廻戦の面白動画、ツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたり、このシリーズ好きな人は高評価の方よろしくお願いいたします。私は結局何がしたかったんだろうな。逃げて逃げたくせに、やりがいなんて曖昧な理由で戻ってきて。ダメだ灰原、言ってはいけない。それは彼にとって呪いになる。あとは頼みます。それではどうぞ。心優しいタイプのエレキング、ゴミ拾いしてたらなんか手伝ってくれそう。アタックの発動だ。寝起き串刺し受け取る。無駄に洗練された一替え、石黒当時の使い方という動画見ていきましょう。どうも。おばあさんの術式によって高齢した全員当時だ。なんだよその赤いオラ。赤、八門遁甲の陣か。マジか。いや、ゴリゴリナルトの世界入っとるね。赤で思い出すもの他にあったでしょ。俺は殺しとかそういうのは絶対にダメだと思う。2、3年もしたら俺の死を察した瞬間、めぐみのことを託そうとしたね。多分その人育てる立場の人じゃないけど。なんだよその青い月。青、術式ジョンテン青とドミノピザのロゴの下の部分。うん、百年ぶりの陸眼と無加減呪術とドミノピザの抱き合わせ。1枚お持ち帰りで何でもう1枚まで無料。無料。あのキャンペーンはお前の領域展開、無料空所ってわけか。勝手に変な連想ゲームし始めないで。すごく歪んだ考察進めますね。お前の攻撃なんか全て見切ってんだよこの痩せ我慢。お前と俺じゃ実力差。お前たちが何人ともになってもこのフィジカルギフテッドの俺。バチバチ聞いとるやないかい。ただの威勢いいキッズゲーマーみたいになってる。ナナミ、ちょっとお話しするかい。上院議員を舐めた人の結果、急にフィジカル強いおっさん出てきちゃった。この始末、はてさてこの先どうなりますことやら。いや、メカナナミーになってんだけど、ナチュラルにターミネーターになるな。フラフラじゃん。何の縛りもないフィジカルギフテッド、もはやマコラ枠の過剰戦闘力の上院議員。不義を悟る、こっちを見ろ。花見、味方しなしただけやないかい。無加減呪術でむしろ五条は助かっとる。東道戦で枕を出してしまった世界戦という動画見ていきましょう。やってやるよ、フルベ。ゆらゆら先に行く。せいぜい頑張れ。ゴミと入れ替えて逃げるのやめて。一級には危なくなったら逃げる判断も大事ですしね。下に額に縫い目のある袈裟の男がいます。私たちはもう一本の指のありかを知っています。そいつを殺してくれればそれをお教えします。スクラー死ねー。いや、一人だけ仕事量多いな。セリフで出血音出して自分からかつら脱いでいったんだけど。君、人でも悪魔でもない匂い。大丈夫、僕最強だから。五条さん、悪魔、人や定期的に戦うマッパの最強格バトル。やっぱこれは五条悟る勝利ですかね。
いや、どんな相手と戦っとんねん。どんどん本来戦うべき相手と離れていってる。お前は、なんだぞ、マシト。喉にスピーカー収納してるんか。音割れマキトやめてください。あとは頼みます。無意天変、マジか。存在して欲しかった記憶、コードを置いたら大体の運命変えられるね。もしも呪いの言葉にライナーが混じっていたらという動画見ていきましょう。なんで俺が死刑なんだって思ってるよ。お前のせいだ。違う、違うんだ。だが自分が助けた人間が将来人を殺したら俺が悪いんだ。俺が殺した命の中に涙はあったんだなって。違う、俺のせいだ。お前は何だぞ。いや、虎杖が別のせいで頭おかしくなってる。他作品の人間の罪まで背負おうとするライナー。もし夏油が呪言使えたらという動画見ていきましょう。五条悟は俺が殺した。そうか、死ね。呪霊出しちゃ意味ないね。反動とんでもなくエグそう。私はだ、改造、私は改造、改造、フレームレートを上げ、上げ、改造、改造、思わんか、改造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 。酒飲みすぎでハイになっとるやんけ。ジャッキーチェーンに水拳でも教わったんか。灰原、あとは頼みます。お、いた。僕は見たいけな塩をたくさん食べるの好きです。気持ち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 、塩粉にして気持ち。要はあの人一人でよくないですか。見たいけな塩をたくさん食べるの気持ちがいいです。ノロに転じた灰原、心強すぎんだろ。もはや人間じゃなくなってるから。分かっていたことだだがここまで。戦う描写省略されとるやないかい。昔のアニメのスピード感、降霊されたのが伝次郎先生だったらという動画見ていきましょう。いいよ、今までにありません。こいつクソ強い。ハッピーエヌー。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッ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 ピーエネー。呪術の力で降霊したのに科学信者。とりあえずハッピーエネーの凡庸性がクソ高い。皆さんに火をつけちゃいますよ。どういうことだ。わしはまだ肉体の情報しか下ろしておらん。甘い。科学のパワーです。では実験スタートです。これも科学のためです。いきますよ、ハッピーエネー。いや、科学改正始まってるね。科学のギフテッド使いになったんですね。ナナミ、ダメだ。お？マスター！灰原無言でやってくるの怖すぎだろ。兵庫の父親感あるのなんやねん。ファミレスで下等たちに危険を感じバイトをバックれたことで死を回避したおじさんをネット上では神回避おじさんと呼んでいる。神回避おじさんは普段はバイトをバックれるような人物ではなく、真面目で責任感の強い人物。神回避おじさんは下等たちの危険性を察知した。呪霊は見えない一般人。地味にすごい一般人。こいつを主人公にしたスピンオフシリーズ見てみたい。これより四方一丁の人間全員、俺がよしと言うまで動くのを禁ずる。金を破れば、俺がよしと言うまで。強い。車投げただけで死ぬのは弱すぎだろ。宿儺に逆らう度胸もすごいですね。真面目に仕事し始めた伏黒当時という動画見ていきましょう。お疲れ様です。はい、ホテルには無事着きました。これが9月の分です。どうだ全員、清少隊暗殺。申し訳ございません、今夜午後9時、どうしても外せない会議がありまして。ええ、わかりました。もはや別人格級の性格だね。これなら家族仲も良くなりそう。お前は何だぞ。あなたですね。いや、バチクソ怒っとるやないかい。本家よりナナミン狂ってるから。腹痛と戦うナナミケントという動画見ていきましょう。あ、ナナミンさんだなんで上羅なの。
もう少しだもん。そんな痛い。いや余計お腹痛くなりそう。ジョーゴの火力で唯一水泳ゴーグルだけ残ってる。漏れちゃうから。抑えてね。そうね、抑えて抑えて。え？いただいくん。いたとるじゃないです。あとは頼みます。いやがっつりクソ漏らしとるやないかい。こっちのワナミーにはマレーシア旅行行ってきてほしい。フルベ、ゆらゆら。領域展開。観光を挙げて岸黒が特級術師になった世界線、もはやスクナとやり合えるレベルにまでなってるから。誰だ。お迎えに参りました、スクナ様。裏なんとやら岸黒めぐみか。ちげえよハゲ。いや無理やり伏黒にしたか。裏梅いきなりイケボになるやん。目をつむって真人を描いてください。あ、もう余裕です。それでは行かせていただきます。よし来た。セルフ無意転編しとるんやないかい。水木しげる世界の真人。好きなんですかカスクート。悔いはない。ナナミンマジで復活してほしい。あのパン屋の子と結ばれてほしかった。いやナナミンそんな笑顔で言ってねえ。ドメインエクスパンションマレヴォレントキッチン。 This is Sukuna's domain. What is that? Hashikigami? You can cook really good. いや自分の家呼んだだけかい。領域展開じゃなくて料理展開すんな。え、お疲れっす。おー、お疲れお疲れ。はい、お疲れ。今度の日曜日何やってる？今度の日曜日？あー、彼女とデートだわ。あー、そっか。了解。さあ、今度の日曜日何やってる？あー、今度の日曜日は彼女とデートですね。あー、そっか。了解了解。なんかすいません。全然気にしないで。あー、もしもし。あ、もしもし。あ、ごめん。今度の日曜日は彼女とデートだわ。すまん。いや、反応聞かれてもないのに早すぎ。さすがに友達が未来予知能力者。大丈夫か？彼女に行ってデートの日ずらしましょうか？おー、ユージ、落ち着け落ち着け。俺彼女に行ってさデートの日に出すよ。おおユージ大丈夫？自分だけ。マッチングアプリ入れなきゃ。このままじゃ俺はクリスマス一人だ。これアプリの CM にしよう。あとなんでヒゲも生えてきてんの？そこだ。まだまだ。ごめん。少し乱暴しようか。青術式ハンター。赤。強襲的ラスト。いやボコボコすぎて誰が帯と使うねん。店長ちょっといいか。あ、パパクロさん。俺の息子知らねえか。ご案内いたします。 You are my spare。 いや8時だよ、全員集合かよ。だから串黒当時も来たんだね。孫悟空、孫悟空、領域展開、孫悟空。ああ、これ系大体ドラゴンボール。呪いって見えないのにどうするんかな。術式判定赤。相手にも無限あったパターン。泣いてる。 You crying? La, tu pleures? ジェカオ。いやチーカーってもろ言うてんな。実は英語も似合う五条悟。ジグの悪魔になったね。こうはなりたくない準優勝。ノッキングライフルハードタイプじゃ。ノッキングマスタージローやないかい。実はトリコのオマージュだったんですかね。弟が命奪われてく。俺は完璧で究極のお兄ちゃん。生まれ変わってもお兄ちゃん。かわいい。誰も彼も兄ちゃんにしてく。いやそれ自分が弟になってんな。新番組の推しの兄始めんな。ジョーゴカツラかぶってるだけやろ。あと東堂地味に似合ってたな。目をつむってジョーゴを描いてください。あ、マジで余裕です。それでは行かせていただきます。よし来た。
頭にツボのしてる呪霊だね。俺だったらスクナの斬撃受けてハゲになりそう。いやそれ声優の人違い、ワンチャン人間でいた時の方が強そう。五条悟の扱い雑にされすぎ、絶対進む方向性間違えちゃってる。いやそっちの全員じゃねえだろ、しかも全員当時なんかい。五条先生が鬼畜野郎なんだけど。会員カードもお前の仕業だったのか。何か言い残すことはあるか。誰が何と言おうとデータランプしか見ない猿どもは嫌いだ。別に高専のパチンカスたちが憎かったわけじゃない。ただパチプロの生きづらい世界で私は心の底から笑えなかったんだ。いやどんな理由で闇落ちしとんねん。お前働かずに何してんだよ。最後に1万円だけ貸してくれ。最後くらい自分の金で撃てよ。あなたが望むなら。これ見て感動できるか。そして最後まで五条先生自分の金で撃たないんだけど。お前名前は伏黒。善員じゃねえのか。善員伏黒。マジか。反転術式恵みじゃねえ善員だ。善意に虚偽反応出ちゃってる。善意になった瞬間殺意湧いたね。